チャオ、あっちゃんです。7月の6日発売のガンダム VS っていうゲームがあって、ガンダムに乗って戦うよっていうゲームやねんけどもね、うん、まあ、乗ってっていうかガンダム操って戦うゲームやねんけど、うん、あれね、先行体験会っていうのがあってやってみました。では映像ちょっとだけ流してみます。はい、はい、ね、ガンダム VS、ガンダムを操りながら戦うねんけどもね、意外とね、コントローラーの使い方がわからへんかってグダグダになっちゃってやってねんけど、ガンダム好きな人にはいいかなとは思うんだけど、ね、あっちゃんゲームの方で体験会の方の映像を30分ちょっとぐらい、あっちゃんと、りょうと2人でやっててんけども、やっぱりね、なかなか慣れへんね、もう楽しそうなゲームです。で、近いうち、7月の6日発売やから、もうそろそろ予約しておかないと手に入らへんかもわからないので、もし気になる人は要チェックです。はい、で、感じ的にはね、まあまあね、なんていうのかな、ありきたりっちゃありきたり、ロボットを使って戦う格闘ゲーム、戦闘ゲームっていう感じやねんけど、やっぱりね、ガンダムってすごい人気は人気やし、ね、もう何年なんのかな、あっちゃん中学校ぐらいの時から始まったけど、すごいね、根強い人気でね、男の人には、男の人というか、その頃子供の人から、その人の子供まで、だからあっちゃんの子供まで、ガンダムのプラモデルとかね、ガンプラとか、そんなね、馴染みが深いからね、楽しいと思います。はい、で、よかったら、体験会が、もう一回だけ、6月の17日土曜日夜9時から。はい、ということで、それ、よかったら、プレステ4を持ってる人は無料なんで、参加してみてください。ね、ガンダム VS っていうね、下にね、リンク貼っときます。そっからね、飛べるんで、そっから申し込んだらね、プレステ4に、プレステーションストアから無料で、それでダウンロードできるんで、体験できます。で、本編は7月、7月の6日発売です。はい、それから、木曜日かな、に発売できます。はい、これから、やってみてください。無料なんでね、体験してみてください。意外とボタンが多いんでね、慣れない。まあでも、最近ね、FTS がやってる人は大丈夫だと思うんだけどね、最近 FTS が。最近プレステ4をちゃんと操れる人じゃ大丈夫だけど、あっちゃんはちょっと難しかった。で、まあね、その辺でもね、説明書とかちゃんと読んでやればよかった。時間的にね、厳しかったんで、急に知って、で、アバメディアのね、アバメディアってゲームをね、キャプチャーして録画する機械がね、それの設定してなかったんよ。パソコンのハードディスク壊れてから。そんなハードディスクの中に入れたったから、だから新しくプログラム入れたりで、結局30分ぐらい潰れて、説明書読まんとやったからね、結構難しかったんで、ちゃんと説明書読んで、次回土曜日、17日の日は、もう一回プレイしてみたいと思います。覚えてたら、時間かかる。夜9時から10時まで1時間なんで、はい、最近ね、そういう体験会とかやってくれるんでね、助かります。はい、そんな感じで、ガンダム VS、よかったらやってみてください。で、もうすぐ発売なんで、気になる人はチェックしてください。っていうか、もうね、知らん人おらんと思うね、欲しい人は。今知って買う人はいけないと思うけどね。で、あっちゃんのね、視聴者さんはどっちかって女性の方、主婦さんが多いんで、あんまり興味はないかもわからないんですけどね。で、よかったら、ね、子供ちゃんか旦那さんに、気になるんやったら、面白いの買ってあげてください。男の人はね、ゲームでね、発散しといた方がね、外でいらん発散しないと思います。はい、ということでね、あっちゃんは主婦の味方です、なんのこっちゃ。はい、ということで、ガンダム VS、よかったら、30分の体験、グダグダ体験会、あっちゃんゲームの方でやってるんで、それもリンク貼っときます。そっちよかったら見てくださいということで、ガンダム VS の今日はお知らせでした。ではまたね、バイバイ。